万博は黒字になりますか？なりません。かけてもいいです。社会人で今から英語を勉強したいのですが、英検を勉強したいですが、英検ってどうですか？やめた方がいいと思います。英語を勉強する理由が、社会人なのできっと仕事で使うだと思うんですよ。でそうすると外資系に就職するって話だと思うんですよね。で外国の会社って英検知らないっす。存在は知ってても英検のじゃあ準2級準1級って何とか、1級取るとどれぐらいすごいのとか分かんないんで、英検取るぐらいだったら TOEIC とかちゃんと世界で通用する資格を受けた方がいいですよ。そのなんだか分からない国のなんだか分からない資格をこう取って、これ取ったんすって言われて、何それって言われて終わりなんで、なので、はい、英検は避けた方がいいと僕は思います。アメリカで一番楽勝にマリファナ吸えるのはどこ？今コロラドとワシントン州とコネチカットかな。まああとアメリカと国境を接してるカナダが合法なので、シアトルからちょっと上行ったらバンクーバーとか行っても合法なんじゃないですか。オンライン英会話やりまくれば良いですか？英会話がしたいの？仕事で使うんだったら英会話じゃなくてちゃんと英文を読めるようになった方がいいと思いますよ。小説は読みますか？たまに。今は翔太の詩を読んでいます。翔太の詩が無料で読めるので、皆さん見てください。翔太の詩漫画隙間とかで検索すれば多分出てくると思うんで、はい。幼児に英語を学ばせるのはどう思いますか？まあいいんじゃないですか、金が余ってるんだったら。なんかお金もなくてやってるんだったらなんでやってんのって気がしますけど。外資系会社で働く人事の人は知ってるから一概には言えないよ。知ってる人事の人もいるでしょうね。知らない人事の人に当たったら完全無駄ですよ。TOEIC はガラパゴスだよ。あ、そうなんだ。じゃあ英検の方が TOEIC より使われてるのかな、世界中で。俺も前回読んだわ、翔太のし。僕前回読んでないんですよ。どこまで読んだか覚えてないんで、それで読んでみようかなと。シミュレーション仮説をどう思いますか？シミュレーション仮説って何だろう？翔太の寿司。知らない？翔太の寿司。あ、知らないんだ。へえ。英語の本を読みまくれば分かるようになる。まあそうですね。はい。デジャブに悩まされています。新しいことに新鮮味がなく困る。あ、新しいことでも、その、今まで見たことがあるように感じてしまうっていう、既視感ってやつですね。心の病気か、脳の病気の可能性があるので、一回病院に行かれた方がいいかもしれません。お、仕事から帰ってきたぞ、お疲れ様です。トフルの方がいいんやろ。TOEIC が仕事上で使う英語の能力の試験で、トフルっていうのはアメリカの大学に入学、そのアメリカの大学で勉強するために必要な英語能力チェックの試験なので、大学に行くんだったらトフルで、働くんだったら TOEIC って感じじゃないですか。東京で大家さんと直接つながるにはどうしたら。家賃不収入増えて借主は初期費用一切かからないサービスを形にしたいです。電話すれば。だってほら、不動産貸しますって言ってるところに普通に電話したら不動産貸す人がいるんだから、その人に話すればいいんじゃないの。ひろゆきさんが今大学生だったらどこの業界に就職しますか？ IT。 20代でサービス当てて、まあ自分でアプリとかウェブサービス作って何億円になりましたっていうのって、その社会人がやる仕事の中ではまだ IT だけじゃないの。なんか野球選手とかはあるけど、それはどんどん社会人がやる仕事ではないので、でそのアプリ作るなりウェブサービス作るなりで失敗した後でもそのスキルを使って会社員には流れ込めるので、で IT 系で就職すると20代で年収1000万とか普通にザラにあるので、20代で1000万もらえる仕事って他で行くと、なんかテレビ局とかその漫画が好調な出版社とかなかなかそんなに多くないので、 IT の方が楽でいいんじゃないかなと思います。中国のエイズになるのは遺伝子操作の人ってどうやって証明するの？
別に証明したいかどうかは分かんないですけど、その子供の DNA を出してきて見せればいいんじゃないですかね。親はこうで、で親、この父親と母親から、まあ、遺伝しているんですけど、あのこういう形の遺伝子になってるんで、これは通常のその交配ではありえない形ですよねみたいな証明するんじゃないですか。デジャブ、病気だったのか。まあ病気の可能性が、後輩はテレビ局そんなにもらえるのか。テレビ局は確か20代で1000万いくんじゃなかったっけ。公務員給料上がるらしいぞ。上がってもそんなに高くないからね。 SIR からウェブ系行くためには転職活動なぜ転職活動って思いつかないんだろうね。今フランスの景気感は住んできてよく感じますか。僕パリに住んでるせいで観光客がほとんどなんですよ。金使うのはだってそのじゃあ大通り沿いのカフェでなんか飯食うみたいのを地元の人そんなにやんないからね。だからそのあのまあカフェが多くある通りとか、でもそのなんかサンジェルマン通りとかそのシャンゼリゼとかのカフェで飯食ってるのってみんな観光客だから、だからその店は埋まってて、であの入ってもなんかテーブルナイスみたいに言われるんだけど、でそれは観光客がすごいお金を落としてるので景気はいいと思うんだけど、観光業ではない仕事をしている人たちはそこまで収入は多くなかったりして失業率も高いので、それで毎週毎週今こう黄色いジャケットベストを着てデモをするっていうのが起きてたりします。はい。論理力はどうやったら身につきますか。論理力ってなんだか分かんないけど、あの最近あの論破力という本が出たらしいので、それを読めばいいんじゃないでしょうか。はい。仕事中真面目な人を演じています。仕事中の自分と本当の自分が違いすぎて辛いです。普通ですみんな真面目な人を演じています。はい。真面目じゃない人を演じてる人の方が真面目だよね。あの基本的に一皮むけば人間みんなクズなんで、そのクズである部分をいかにこう覆い隠してるかなわけじゃないですか。でもそのじゃあ同僚でブスとか見ると、うわブスだなって思いながら仕事してるけど、別にお前相変わらずブスだなとか言わないじゃないですか。心の中で思ってるみたいな、そういう感じでこう人間ひどいことを必ずしてると思うんですけど、表に出さないでこう社会円滑に回してるっていう。逆に高卒なら大学に行くかな。中国の遺伝子操作、女の子にしてるのってわけわからない子供できないように選択したとかあるんかな。ごめん、ちょっと日本語がわからない、ひろゆき名と柿の種を食べたくなる。どうぞどうぞ食べてください。あの好きなだけ。柿の種最後に食ったのいつだろうな。柿の種ってさ、あのなんかあるから食うけどさ、自分で買ったことないと思うんだよね。柿の種って買うことある？なんかそのなんかなんだろうな、例えば会社でなんか飲み会とかでなんかあおつまみ買ってきましたみたいなので誰かが持ってくるとかで柿の種とかあるけど、じゃあ好きなお菓子として自分が柿の種買って食ったことって僕ないんだよね。あ、おすすめしたトラックボールを買いました。お、いいっすよトラックボールは。イエロージャケットのデモ隊に参加しないの？しません。なぜならイエロージャケットを持っていないから。はい。マジかよパリじゃん、嘘じゃん。うん、なんかこのジャンを並べて韻を踏んだのかな。イスラエルの経済はかなり伸びますか。そのまあイスラエルの人たちとそこの PLO の人たちっていうのはいつも揉めていて一触即発の状態なので、その治安が良くないと経済って発展しないですよ。要はすげえいいじゃあビジネスモデルを作って仕事をしました、本社に爆弾打ち込まれて社長が死にましたってなったらさ、仕事回んないじゃん。なので治安がいいって超重要なんですよ。まあゴンさん捕まったけどね、西さん大丈夫かな。はい。割烹料理開業どこの国が良い。中国。なぜなら中国人はお金を持っているから。道に迷っても他の日本人いるから困らない。うん、別に日本人いなくても人間がいれば困んないんじゃない。
ひろゆきの声質って世渡りにかなり得してると思うけど自覚はしていますか？どういうこと？声が高い、声が高いのって得するの？あの声って低い方が聞きやすいからあの得をするという説が割と僕は有力だと思ってて、あの説得力を持たせるには低い声で喋った方が人間って説得されやすかったりするんですよ。なんか高い声がでキーキー早口で言っててもこううるせえなこいつみたいな